まずは体幹と二の腕に効くバックロケット。動きは少し複雑ですが、上半身全体をたった一種目で鍛えられるのでおすすめです。次は背中に効くリバースフライ。腕を3回パタパタ上げて下ろしてください。手首の力を抜いて肩から腕を上げると背中のハミ肉が落ちます。アームウイングは二の腕痩せに効果的。脇を閉じて腕を引いた時に1秒止めてください。そうです、グッと引き締まります。次は今日一番きつい種目、プランクタップ。片腕で支えるので辛いですが、手のひらの付け根で床を押してバランスをとってください。次が最後なので頑張りましょう。ラストはバックホールド。肩甲骨を寄せて体を支えてください。背中に縦線ができてより綺麗に見えます。あと5秒です。3、2、1。今日もお疲れ様でした。